大丈夫か？ああ、お宝は簡単に見つからねえけど、そういうもんだろ。その経験だとね。ほら、それに星座のやつもすごかった。ああ、すごかった。うわ、あの十字架の下にエイブリーが導いた。んじゃ、エイブリーのお望み通りに。おい、どんな感じだ？ああ、サリー、いい線いってるんだけど、宝は思ったより聖堂に近いところにあるっぽい。マジか。で、どうすりゃいい？ああ、エンジンをかけといてくれ。すぐに戻るよ。あいよ。そんじゃな。ああ。巡回部隊だ。聞こえた。何があるかな。海賊っぽい。あれはやりすぎだろ。ライバル会社に警戒感をされてもいいのか。あのな。いや、いい。おい、行ってみろよ。いいから忘れろ。ああ、そうか。出てこい。さあ待て。おい、嘘だろ。あの野郎の仕業だな。あ、奴らどこにでも嫌がるな。ああ、しかも聖堂に近づくたびに数が増えてくる。なあ、来い、はしごだ。よし、ほら、来い、開けてやる。よし。ああ、くそ、届きそうにないな。ちょっと待ってろ。待ってる。あの木の骨組みのところを見てくる。おい、いいもん見つけた。そら、行くぞ。ったく、なんて重さだ。さっきから何やってんの。お前のダメだよ。これなら乗っても大丈夫。ああ、サンキュー。これ修道士が作ったのか。まさか発射みたいだな。なあ、登れるぞ。今行く。やっぱこれってすっごくやばいんじゃ。行くぞ。持ってくれよ。ここだ。物を壊す才能があるよな。特に崖とか。ああ、そうですよ。よし、いいぞ。勘弁してくれ。大丈夫か。ああ、さっきも言ったけど。分かったって。
よし待てよ、俺がちょっと見て。あっちょ、サム、これはもう絶対遺伝だな。そうかも。そっちに行けそうにない。あ、いいね。手の感覚がない。パナマに長く居すぎて弱っちまったから。待て、手伝ってやる。よし、いいぞ。俺がいてよかったな。ここが家ならココア飲みたい。子供かよ。自分だってココアあったら飲みたいだろ。そりゃあ、まあやっぱり。おい、見てみろ、もうすぐだぞ。崖沿いに道はないな。内陸を進もう。そうするか。行くぞ。お前らみたいに皮が厚くないんでね。おい、気をつけろ。爆発で脆くなってるかも。ダイナマイトで穴掘るなんてバカだ。なあサム、手伝ってくれ。もしトンネルが崩れちまったらどうするんだ。そん時はそん時。いいぞ。行け。大丈夫だ。たまにはな。あれ、頑丈そうに見える？大丈夫だろう。これかなり気をつけろよ。あ、くそ。気をつけるんじゃなかったっけ。どうも。よし、大丈夫。
今洞窟に向かってる。洞窟？ああ、ちょっと通信が切れるけど心配すんな。あいよ、お迎えの準備でもしとくぜ。わかった。またな。やったな。遠回りだけど。昭和ラインの奴ら洞窟のそばにいたよな。ああ、でも中には入ってないみたいだ。来い、こっちだ。ねえ、朝食べ過ぎないでよかった。不気味なディスマスの像。よし。石の階段、よし。これどう見ても海賊の洞窟だよな。なあ、見ろよ。ぬめっとしてる。取ってみたいのがあるな。じゃあ、ちょっと引っ張ってみろ。罠取ったろ。もう手は入れてんだし、今さら何言ってんだ。ああ、腕がなくなったら。フックをつけてやるよ。ほら、引けよ。フックね。よし、引くぞ。ほほほ。どうも。これはこれは興味深い装飾だな。資格ある者には楽園が待っている。資格なき者には残酷な運命か。エイブリーは詩人よりも海賊に向いてるな。これエイブリーじゃない。なんだ。見ろ、ロードアイランドの海賊トーマス・テュー。そんなはずないだろ。これはテューの印だけど、奴はエイブリーと艦隊を襲って死んだ。ああ、資料ではそうなってたっけな。もしこれがテューの印なら、エイブリーの財宝とのつながりは何だ。いい質問だ。誰だ。